OK。 来た。よし。テロップをね、みよるちゃん会長さん、花束ありがとうございます。ハーフくんさん、画伯くまちゃん、ラスカルさん、花束ありがとうございます。どうしようか。はい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 、じゃあ私はちょっとおにぎりを食べたい。しゅんごさん、チェリーありがとうございます。ティッシュがないんだよね、ここ。さっき見た気がする。映るよ。今からメイクする。これは ツナマヨです。
あとなんか珍しいの見つけた。美味しそうでしょこれ。21分。マヨネーズ単体はちょっと無理なんだよね。そうけど和え物とかだったら大丈夫。うん、やばい、海苔が散乱してるんだけど。ティッシュなくなったの。3個食べるの分かんない気分。いつも3個食べるけど日によります。うん、今日何曜日？木です。うん。おもく美味しいよね。予備感覚。ここにチューステイって書いてあるから、チューステイって書いてあるから、予備感覚ない。本当に日にち感覚もやばいもん最近。うん、どう今日何日で何曜日だっけみたいな。 Thursday。 Tuesday 2日か。今日2日だマジ日にち感覚が本当にない。ハングリーベンズデイ。Monday, Tuesday, Wednesday.
Thursday, Saturday, a Friday, Saturday. Sunday. Sunday. 今な、26分。やばいね。もう半年終わり？早いね。レッスンはね、ない。あのねさん、かわいいスタンプありがとうございます。毎日サンデーだといいね。でも毎日サンデーだったらサンデーの意味がなくなっちゃうじゃん。だから別に月火水木金土日あっていいと思います。勝手にジョンマイラブに6月4日から出るので、また思い出してた、さっきまで思い出してました。週休3日になっていくみたいよ。週休3日、フライデーも重要、重要。でも言うて月火水木がないとフライデーの価値が全然下がるじゃん。月火水木頑張ったフライデー、ハッピーフライデーで、はなんか花の金曜日とか言って、でよっしゃ休みだ土曜日日曜日ってなるわけであって、重要。やっぱり月火水木それぞれ存在するものは重要がだから存在するわけですよね。お腹いっぱいだからこれ後で食べよう、終わってから終わってからカラオケ配信でもしようかなって思ってるから、29分です。はい、どうしよう、15分だったから終わろうかしらと思ってるんだけど、19時からは19時からはそうだよね、私もまさか配信するとは思わなかった。19時からはですね、下北 FM 出演させていただきまーすでーす。
ショールームとかツイッターライブとかで見れるって書いてあった気がする。ツイッターライブかな。透明忍術さん初見ありがとうございます。さあそれじゃあ終わりますね。私も準備があるので19時から下北 FM です。13位ゆきひらさん、12位つもじかぜさん、11位しゅんごさん、10位こうたろうさん、9位よんみんさん、8位オニオンナイトさん、7位ゆうまさん、6位しゅうべいさん、5位大木まさやさん、4位 MT07 さん、3位ラスカルさん、2位ベルちゃん会長さん、ミスさんのは1位あうえさん、最高でした。あ、4、うん、どうしよう。でも今からメイクするからもうさあれなんだよね、ちょっとだけね。それではちょっと15分配信でしたが、また終わった8時45分とか9時頃まで、あ違う、8時45分ぐらいからまたカラオケ配信をやる予定なので、皆さん来てください。それではまた下北 FM でお会いしましょう。あと下北 FM、うん、なんだっけ、生電話コーナーっていう私と電話できるコーナーとかもあるので、ぜひツイッターとかチェックしてみてください。それではさよなら。ヒティ。よし。こんばんは。よし。ツイートも OK。ツイートも OK。 よし。下北 FM ありがとうございました。よし。ちょっと、目が痛い。
ハフクさん、まちゃんがハク、ふねさん、花束ありがとうございます。はい、ということで今25分です。おにぎりはあんまちょっとお腹空いてないから後でいいかなって思いますので、後で食べます。ちょっと充電を置きたいんだけども、これで見れるかな。カオコごめんねー、カオコってごめんねー。煽りスキルはマックスなんで。ごめんねー。40%あればできるか。できますね。できるできる。ふう。何しようとしたんだっけな私。さあということで。やりますかね。ちょっと待って。テロップを出します。今日木曜日だよね。目かゆ。木曜か。めっちゃさ、最近左目がめっちゃ痒いんだけどさ、なんでだろう。絵文字どこだ。あと30分だけど、よく何なら15分だったけどね。あと15分ぐらい前、もう15分で始まるよってぐらいの時に。でもメイクって言っても私こうあれとまつげにマスカラを塗り、こことここにラインを入れただけです。座右の銘は何やろう。生きてるだけで丸儲けです。あれ？テロップ出てない。もうなんで？
ケー。座右の銘なんだろうな。でもマジで本当に死にはしない。合言葉に。死ぬこと以外かすり傷で、夢見るは死ぬこと以外かすり傷でやらせていただいてますのでそう、そう、夢見るの座右の銘も死ぬこと以外かすり傷っていうね、やりさせていただいてますのでね。配信さあ何を歌いましょう。そんなハードなことしてたか。ハッツかなり、まあハッツはね、ハッツはねっていうか、ハツカも吉田もめちゃめちゃ繊細だけど、そう、うちら一周回ってるから、もう一周回って別に生きてればよくねってなるタイプ。そう、一周回ってね、もはや。なんかスマホがおかしいぞって。もうスマホ変えようかな。ちょっと変えなきゃいけない気がするな、私。今日は声量出せるとこにいる。だって聖徳太子も武田信玄も徳川家も死んだんだよ。そう、どんな偉人だって亡くなるじゃないですか。天国に行くのならば、せめてあがいて生きようと。生きてるだけでいいじゃないか、そういう考えです。長生きしたいですか。なんて言うんだろう、別にタイミングでいいかな。長生きはしたいし、未来を見てみたい気持ちもあるけど、そういう気持ちもあるけどね。ちょっと間違えた。未来と過去いけるならどっち？どっちも行かなくていいけど、過去に行きたい、普通に。世界征服して支配してみたいという野心を持ったやばい人いるやんなんかその未来別に知らなくてもいいし、過去に戻ったところで絶対さ、過去って変わらないと思うんだよ。言っても言って正したりしても言うて、けどそういう正すとか前提とかじゃなくて、こう興味で見に行きたいなって思うのは過去だったり、ちょっと昭和のあたりも行ってみたいし、
江戸だったりとかにも行ってみたい、個人的に。そうって思います。そこそこがベストな、私そうですね、本当にそこそこが一番いいと思う。だから君が好きなのか、いいね。ヨンノがそんなこと言ってたよ。え、マジで本当にそう。今のさ、2000年代以降に生まれた人ってさ、なんか前世とか、なんかクリスタルチルドレンって言われる人って言うよね。知らない？なんか音楽が好きだったり、こう音楽、芸術的なことが好きだったりとかする子たちなんだって。いや、すごい当てはまっててびっくりしちゃったけど。江戸時代おもろそうだよね。100年ごと気にならない。え、気になるけど、クリスタルボーイなら知ってる。でも多分一緒だと思う。なんて言うんだろう、ね、深瀬さん、世界の終わりの深瀬さんがクリスタルチルドレンの先駆けらしいよ。知らんけど。確かに世界の終わりさんっていつも音楽流行るし、うちらの思いとかも全部乗せてくれてるよね。そう、カラオケ配信をするぞ。江戸時代とか行ってみたい、普通に。なんかさ、実はさ、違うかもしんないよね、ものによっては。セカオワの名前の由来が何？全然違ったりするかもしれないしね。ほんとそれこそ、あ、聞こえますか？てっちゃんに会いたい、普通に。でもてっちゃんってさ、意外とさ、現代の子みたいな感じだったんじゃないかなって私は思ってる。この時代やっぱり女が下で男が上っていう、こう上下関係があるんだけど、てっちゃんは割とその、まあ、ええとこのお嬢さんですし、てつ様、てつ様って言われて多分育ってるし、剣術もすごい強いし、でもなんかこう甘えるっていうわけではないけど、すごい鉄様、こう鉄様、どういたしましょうっていうね、ちょっとわがまま言える存在もいたからこそ、こうなんて言うんだろう、すごいな、現代今の子たちみたいなこうだったんじゃないかなって私は思うんですよね、普通に。そう、父上とか、ハローのおじさまとか言って。ダンの鉄です。ダンの元老神の娘、ダンの鉄です。でもてっちゃんと万次郎さんのさ、子供ってさ、東一郎のもう一個上にすずちゃんっていう方がいらっしゃるんですよ、実は。だからなんでそれが描かれなかったのかなって、すごいなんか不思議。それはすごいなんか常に考えてるけど全然わかんない、世界観的にかな。父上こう、鷹の城っていう存在が本当にそういう存在がいたのならね、いたり、まあ、太郎のおじさまはね、実在するんですけど、鷹の城っていう、こうお兄ちゃん、鷹の城ってあれ、いとこなんですよ、実は。そう、いとこらしいんだけど、鷹の城っていう存在が普通にいたりとかしたら、
構出てたな。高殿って言ってすごい可愛がってもらってたんではないでしょうか。ですごいそういうのをすごい可愛がってもらってたんだなっていうのを考えつつ、こうお支えしたいと思っていますみたいなセリフがある、そういうのを踏まえてそういうセリフがあるとすごい決心だったと思うし、高殿もこう脱藩とかはしつつも、でもちょっとは鉄の存在がこう片隅にあったんじゃないかなって本当に思います。だからこそね、最後それこそ最後に心が通じ合うんじゃないでしょうか。いとこの子好きになる、好き？高殿はね、お兄ちゃんって感じ。そうで、実際に渡るさん、高殿役の渡るさんもマジでお兄ちゃんって、私も本当お兄ちゃんができた感じですごい嬉しいんですよ。兄貴って呼んでも、兄貴いますか？兄貴って呼んでるんですけど、ちょ、なんだっけ？だから君が好きなのか？本当に思いますよ。兄様って絶対言ってたよね、ちっちゃい頃。私もそれ呼んで、それは思ってる。こう高殿って言って、おお、テス様剣術お上手になられましたねみたいな会話が絶対あったと思うよ。だから泣けるよね、死ぬ時にって思いません、ね、私はそう思っちゃうから。で、渡さんもすごい可愛がってくださるから、それも相まってなんて、あ、そうだから、そう、リコーダーテスト動画撮って先生にタブレット送れなければいいですね。まだしてない。ぴゃちゃちゃっと撮りな、ちゃちゃっと撮りな。そうだから太郎のおじさまもそうだよね。私はね、太郎のおじさまに、おお、てっちゃん剣術がますますうまくのうたのーってなったのー、おお、鷹の城と引きを取らないじゃないか、いつも褒めてくれてたんだろうなってすごい思うね。味方でいてくれたんでしょうね。まあ置いといて、ジョン・マイ・ラブの話はまた別日にしましょう。私はそういう考えで演じてます、てっちゃんをね。だってオナゴカツオ釣りにはご無理かなみたいな人がね、周りにいたからっていうのもあるかもしれないけど、すごいね、愛されてますよね、本当にってすごい思います。私自身もキャストの皆さんにすごい可愛がってもらってるなって思うし、だからなんかてっちゃんを体現してるみたいで、すごいこう、なんて言うんだろうね、てっちゃんも愛されてたんだろうなってすごい思う。じゃあこれちょっと待って、これがパーンって目に入ってきたからこれ歌うね。あ、聞こえてますか？あ、花の波を思い静かに咲くのだろう、語ることもなく風の中で、それまでの季節で声にしなかった叫び、太陽が隠れてる時に寂しくはなかったか、君のことをずっと見てた、他にいっぱい
ぜだか一人気になってた。僕と同じ匂いがする、似たようなタイプと遠い場所から想像していた。話してみたいって思ったけれど拒まれそうで僕はためらった。君のどこに惹かれ心が揺れるんだろう。私生活なんて知らないのに肩肘を張らずに空を見上げている。鳥たちが横切った時も孤独だと感じずに、足りないものを数えてたらそうきりがないから、手にしたものを大事にすればいい。周りが思うほど不幸じゃないと今ある愛を君は信じてる。花並を思い静かに咲くのだろう。語ることもなく風の中でそれまでの季節で声にしなかった叫び、太陽が隠れてる時に寂しくはなかったか。人は誰も変わってゆくけれど、土に根を張って君は何も変わらず、ただずっとそこにいる。1ミリだって動かない、君が好きだ。花は日差し浴びて自然に生きるだけだ。望むこともなくありのままで、君のどこに惹かれ心が揺れるんだろう。私生活なんて知らないのに肩肘を張らずに空を見上げている。鳥たちが横切った時も孤独だと感じずに、だから君が好きなのか。つむじかぜさん、音符ありがとうございます。何にしよう、ちょっとねコメントがね見えないんだよね。リクエストしてくれた部分のよかぜはね、ないんですよ。これ、ショールーム。本当に。ね。よかぜがないんだよね。
バケット歌ってないです。過ちいたす丸めて。成功到底デモデモ、すごいなんかいろいろありすぎてどうしようどうしようどうしよう。50分か。50分ね。卒業公演で歌いたい曲で、私はねずっと絶対一生の間には絶対歌う、じゃ今出てる中でどれ派ですか。過ち愛しさを丸めて、デモデモの涙、バケット、まだ歌ってない。全ては途中経過。うんうん、どうしよう。どうしよう。じゃあ目手もデモがパーンって入ってきたから手もデモにしようかな。そう、夜風でね入れてほしいよね。本当に本当に思う。バケットバケット思い出すよあの頃、で食べた一つのフランスパン、好きと水加減もなかった気がする。そうなんだよね。すごい大事な曲がないんだよね。あー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 、降り始めた細い雨が銀色の頓帳を下ろすように幕を閉じた。それが私の初恋、待ち伏せした二つ目の路地、声もかけられないまま下を向いたら紫陽花も泣いていた。こんなに会いたくても、こんなに好きでも、目の前を通り過ぎてく。それでもこうしてあなたを見ているこの場所から、ああ会いたくても、こんなに好きでも、振り向いてさえもくれない。傘さしてるのに頬が濡れるのはどうにもできない。
人きりで歩き出した、切なさが残る道、心の中迷い込んだ誰も知らない年さ。目が好きなこの紫陽花は「どんなに悲しくてもどんなにダメでも女の子のままいさせて」「あなたと出会えた記憶の足跡忘れないわ」「どんなに悲しくてもどんなにダメでもいつの日か思い出すでしょ」「私の願いが叶う」輝き続ける、でもでもの恋よ、こんなに会いたくてもこんなに好きでも目の前を通り過ぎて、こうしてあなたを見ているこの場所から、こんなに会いたくてもこんなに好きでも振り向いてさえもくれない、傘さしてるのに頬が濡れるのはどうにもできない、でもでもの涙、ちょっと待って、ちょっと待って。はい、どうしよう。57分でしょ。あれ何時から始めたっけ ?20 分ぐらいから始めたから。つむじかぜさん、音符ありがとうございます。何だったっけ、法定速度、法定速度ね、結構喉に負担かかるんだよね。今風の歌詞の歌、今風の歌詞の歌、
ちょっといろいろありすぎてわかんないな。どうしよう。弱虫ケムシもないんだよね。ゆきさんの曲はショートケーキとかしかない。確か星の温度もないのよ。長い光あったっけな。ないわ、やっぱり。暗闇あり。花は誰のもの？私歌えない。ジョン・マイ・ラブの前撮り、それはもう配信で聞いてください。配信か現地で。新曲でしょ？新曲歌えないのよ。わかんない。知ってる曲しかわかんない。じゃないと無理だ。フィリキュアデイもなんか名前しか聞いたことない。よし、なんだっけ。
太陽は水平線の彼方を目指して、アールを描きただらかする夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか、僕はまだ帰りたくない、やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々、あの空とこの海がほら分かれているように、交わらないものがあるってことさ。都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい、やるせない孤独の時、泣き言を誰に言えばいい、夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない、生きることに傷つきうろたえて無様でいたい、次の朝がやってくるまでに今持ってるものは捨てよう、丸裸になって気づくだろう、暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる。なのでバックミュージックで次の曲探そう。つむじかぜさん音符ありがとうございます。あと何が来てたっけ、いいメロディーでしょ。私もね好きなのよ。これギターで弾いたらエモいんだよね。めっちゃとか難しいんだけど、ちょっとこの曲。夕暮れにさ、海辺とかで歌ってる V とか撮りたいよね。ワントーン下げた音で、夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない、確かに瀬戸内海ね、ギリギリさよならが言えないよ、強がって微笑んで涙の涙が警戒する、そうだろう、ギリギリ
君が濡れた瞳に溢れそうで、まばたきさえもできないくらい息を呑みたら見つめ合って動けなかった。愛とは表面張力。どうしようかな、あと2曲くらいかな、時間的に。一番だけと全部違うのよ。歌えるか歌えないかでしょ、そんなの。あとはもう気分です。え、マジどうしよう。10、20、20、もうここでもうちょっとして、ちょっといいや、ここでもうちょっとやって、もうこれで最後の枠にするか、そう、ちょっとジョムエラブもやりたいんだよね。全然できてないから。でございまして、Be my baby がわわーってやんなきゃいけないから嫌だ キーが高いんだよねあれあまりキーが高い歌を、 AKB の歌ってしかも地声でさ結構いかなきゃいけないから、緑、無意味ミドルボイス結構ねあれなんだよね。私飲んだないの意外とわかんないでしょ。実はね
ちょっとそう、なんかちょっとね、昨日の夜ね、超乾燥したのかね、ちょっと喉がねあれなんだよね今日は。だから負担かかる、個人的に負担かかる曲は一旦避けているけど、今日喉飴の舐めたから意外ともう治ってきたんだけど、そう、明後日のジョンマイラブに挑戦したいから、でも意外とやっぱ喉飴ってすごいんだなって思う。本当に昨日のさ、なんかボイスケアみたいなやつとか、乳角散とかもそうだけど、あれ舐めるだけですよ全然違うよね。マジで喉痛いなとか、なんか喉ちょっと乾燥して朝ガサガサみたいな人、マジでぜひおすすめ。大体かからないんだけどね、キーが高い曲が続くのとかは結構ねあれですね。十クロありてか、そう、どうしよう、大体歌えるんだよ。あとは Be My Baby を歌えるテンションがない今もう体力、テンションっていうか体力、 Be My Baby を歌える体力がを持ち合わせていない。10クロいいよね、10クロにしようかな。うん、体力がないんだよね。根性はあるんだけど、いつも根性で乗り切ってるから夜すごい眠くなるんだろうね。10クロ、そう、私で10クロは出しやすいんだよね。そのさや姉さんが歌ってるような感じのやつが出しやすい、だから過ちとかも歌いやすいんだと思う。やばい、しかも 14% なんだよ、あと。ちょっと待って、どうしよう、ジュクロね、うーん、プロ何、プロフェン、イブプロフェン、そう、この枠を長く取るか、涙の湘南はね、じゃピンキーリングみたいなテンションだからいけるんだよ。でも一旦切らないとあれだよねってことで、あと何時間っていうのをちょっと出してほしいよね3時間制限っていうのがある中で、今な何分してんだっけって なるから何分何秒、あと残り1時間、あと1時間何秒ですって書いてほしい。そう、じゃあ、あ、違う、何なんだっけ、ジクロね、今日はカフェラテのグランデで頑張ったよ。
わろた。え、そうだよね。だってさ、急に切れたらさ、え、切れたってなるやん。そう、だから意外と秒数とかも細かくさ、3時間なのよこれ。まあそりゃそうだけど、だからさ、前のイベントとかでもさ、ギリギリ秒数がなんか秒数で全然秒数がこう重なりすぎて、59分になったらランキング読もうとか言ってたんだけど、59分にランキング読んでる途中に切れちゃったとか結構あるからそう、ちょっとなんかね、焦るわ。熟慮ねばかり貸してくれよ、来月には返すから、雨が止んだら仕事もある、僕を信じて。
呼吸をするたび白い息、それは僕自身、まるで一つの宇宙が現れて、神の手のひらの上、いくばっかの金なんか意味はないんだ、生きる価値を探せば、やわいんなんかより大切なもの、アイデンティティを思い出せそう。僕は目を閉じて走ってる、未来に向かおうか。はい、ってことでちょっと待って、くばくかの金なんか意味はないんだ、生きる価値を探せ。ベルちゃん、カイチューさん、パチパチスタンプ。あとはイタルさん、チェリーパイ、つむじかぜさん、音符たくさん、もあなのこあなこさん、リンボさん、ありがとうございます。ちょっと今充電が出たから充電をしてるね。8パーじゃあ一回終わろっかな。30分に終わったら、1時間と10分、あと1時間だから多分23時半ぐらいから多分、23時20分ぐらいからやれば多分切れずに済むと思うけども、多分そう。1時間以上あるっけ。お昼にさ、何時間したっけ。お昼にしてないわ、今日15分したわ、あのあれの前に。で今1時間15分10分ぐらいやってるから、結局1時間半やったから、あと1時間半ぐらいありますね。1時間は空けたいので、結局23時20分ぐらいかな、やるとしたら。ってことでランキング見ますね。13位サメズジローさん、12位ユキヒロさん、11位ヒデジョさん、10位 MT-7 さん、9位ユーマさん、8位横湯さん、7位オムライスさん、6位イサシさん、5位アナネさん、ミスが最高、4位マサトシさん、3位ラスカルさん、2位ベルちゃん、カイチューさん、ミスさんのは1位つむじかぜさんでした。ということで ハーフくんさんが、ハクくんまちゃん、ありがとうございます。それでは4686人ありがとうございました。ということで終わります。下北 FM ありがとうございました。また月曜日に高画質バージョンが上がるらしいので、皆さんそちらもぜひよろしくお願いします。そしてお話し会、あれお話し会、ましたお話し会の再販がね今あっておりますので、
詳しくはインスタグラムまたはツイッターでご覧ください。それじゃあさようなら、バイバイ。4745人ありがとうございました。また23時半ぐらいにお会いしましょう。バイバイ。